いや、今日初めて柔術やるけど、ロシアのお父さんに柔術家は強いってめっちゃ言われたからな。大丈夫かな俺、最近ボルシチも食べれてないし、大丈夫かな。頑張るしかないか。柔術やろっかな。あ、今日会見の、はい、レッスン経験者なんでね。そうです。あ、オッケー。だから青尾ちょっと任せたんだけど。うん。オッケー。名前は？コタロタワナって言います。うん？日本人？ハーフなんですよ。ハーフ？父親がロシア人で。あ、ロシア、あ、はい。ロシア系。あ、ロシア系。強そうですね。あ、タワナってどういう字かなんですか？あの、タワラ外人の。あ、米田。米田原のタワラ。田んぼにハラコじゃないですか？あ、違う。タワラなんです。ちょっとルールとか分かんないところあると思うけど、はい、あの分かんないところ教えていくんで、お願いします。まあ、あの最終テクニックで一緒にやっていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、まあ柔術はやっぱりそのレスリングとは違って背中つけれる競技なんで、うん、ちょっとそこら辺もねやっていこうかなと思います。はい、まあ、こうやって下向けてこうやってクローズが、これそうレスリングのポールね。負けじゃないんですか？負けじゃない。こっからいろんな技があって、こうやって腕十字だとか、うん、こういう腕の関節を決めるんですよ。とか、三角締め、こうやって締め技があったり、多分このロシアでどれぐらい MMA のこう盛んなのかちょっとわかんないけど、はい、こういうの見たことある？ちょっとだけ、軽くです。あとほぼ見たことない。そうだね。だからこういうところで、でこれはいい、これは五分の状態だから何のポイントもなく進めれるんだけど、うん、まあ、これが抑え込みこういう完全にこうフォールみたいな形になっちゃったら3点。これ1本負けではないです。1分負けでも、ただあの点数が入るから有利には、はいはい、でもこうやって足が入ったりして足がこうくっついたりとかすると何も点数がない。これ5分、はい、まあ、足の攻撃がありますよっていう。なるほど。だからこれあの十字がこうやってこうとか、さっきのこうとか、もうちょっとね、最初みんなで練習していきましょう。よし、じゃあやりましょう。あ、したら、はじめました、辰之助って言ったんですけど、はい、お願いします。コタロフ。コタロフ。コタロフ。あ、コタロフ。はい。じゃあやりましょう。じゃあ先、僕、さっきやった三角締めと十字だけやるんで。わかりました。はい。まずこう、足挟んで、それで片方で中に入れて、ガバッと足かけます。うん。そう、これで、もちろん。死んじゃう。これあれだとどうする？下が開いてるかな。あ、行かれてるよこの人。ダメなんだ。え、でも持ち上げられる方が悪いんじゃない？ああ、まあそうか。え、これどう？わからない。もう一回やけ三角締め。最初やった三角締めね。まずこう手こうやってやって、こうやってやって、これで絶対じっとしとかないといけないですか？あ、いや、まあ、どうしたなんか、もうすぐリフト持ち上げてくるんです。持ち上げるのは OK なんだけど、はい、巻きつけるのはなしで。これだけダメなんだ。ダメ。さっき、ダンス乗ってたら開いてるから、どうも。まあ、それは、格闘技的には正しいかもしれないけど、昭和的にはね。そうそう、みんな練習相手だから、昭和これしちゃうと、この人は頭バーンだから、僕の練習相手がいなくなっちゃうから、優しくっていう意味では持ち上げてバーンはちょっと危ないね。そうなんですよ。優しくしないと練習相手が減るから、減るか危ないからね。練習相手では優しくしないと。そうね。自分の練習相手が減るからっていう叩きつけないんですよ。そうだね。ちょっと怖いですよ。うん、大丈夫。優しい巨人みたいな感じだから。ああ、なるほど。悪い人じゃなさそうですよね。OK。はい。じゃあ、スパリングしようか。スパー？スパリング。え？大丈夫です。俺？ディアンドのスパーリングやったことあるでしょ。あ、もちろん。さっきに持ち上げて、バーンはなし。
はい、わかりました。はい。あ、足。大丈夫。殺されるんですかね。だから充実だよ。寝てたんですもん。あ、そうか。でしょ。まあ、そうか。うれしい。そうそう、うれしい。これだ。そうか、そうか。いける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 。見たことない。見たことない。え？待って。待って。え？じゃあ5分で回していきます。え？ちょっと。え？あれ？あ、なんか。え？ぼ、俺。うん。あ。寝ればいいのか。よし。あ、お願いします。おっす。なんで頭をちょっと自分から遠い方、はい、近い方じゃなくて奥に入れて、はい、でこの手をクラッチ組むんですよ、はい、
指と指で組むと結構僕スカスカになっちゃうんで、わかります、こんだけ。なるほど、これですね、はいはい、この余りをなくすために手短く使って、はい、あで、これ手だけで締めるって、もう、はい、って、うわ、前にめくりながら、返していくんですよ。ああ、なるほど。そういうことか。そう。はい。もう一回やりました。あ、いや、もっと深く教えてほしいんですよね。はい。もう、これ、こうして、こうして、こうするだけなんで、3つしか超えてないです。あと3分ほど教えてほしいですよね。練習できなくなっちゃう。そうだ、あとなんだっけ、俺ぶん投げられたやつ、あー、こうなんか、こうやって寝てたら、こう持ってて、ポイってやんの、タワラ、タワラ、タワラ、名前、小太郎のタワラ、で、あれ、タワラ投げ、あ、そう、それもちょっと教えてほしいですね。これは、これもこうですか、なんでもいいです、別に、なんでもいい、別に、下で寝ててもいいですよ、寝てて、こう、はい、これいけるんですか、あ、いけないってなったら、はい、で、打ち上げて、パックでこのまま抜けるんですよ。え？パックいけないの？こうなるじゃないですか。だって足入れれない。え？もうこれガッツレンジできない。うんうんうん、じゃあもう仕方ない。え？やっぱり全然違う。うお！持ち上げて。もう一回。大丈夫？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 え？やる？あと2分教えてほしい。あと2分教えてほしい。何もないです。あと2分。こうやって持ってポイって、こうやって持ってポイ、なんかこうやって持ってポイってやるか、あ、これ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 ポイって、これはここグッてして、これグッてして、これがふわふわしてると相手めっちゃ逃げちゃうから、うん、こういうとこ押さえて、なるほど、前に突きながら、あ、こうやって、やると倒れる。どうすんの？え、あ、スパ終わった、終わってない、スパ終わった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 、やりましょう、終わった終わった、いやだ、終わった、あ、使ったけど、それなんか、そういう、そういう道具なんですか、レスリングとか、柔道強い人って柔術白身巻いちゃダメですから、早くもう一回やりましょう、いやだ、いやだ。サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。